皆さんこんにちは、若菜ずキラキラキッチンの時間です。今日の食材はズッキーニです。ズッキーニの薬味冷製パスタ紹介します。あなたの食卓をキラキラ輝かせる若菜ずキラキラキッチン。さあ本日はズッキーニの薬味冷製パスタ。まずは旬の美味しいズッキーニを丸ごと1本千切りにしていきます。そして塩をまぶし、しっかりと揉み込むのがポイントなんです。塩もみをして水分を抜くことで歯ごたえが出てきます。10分ほど置いたら水で洗い流し、しっかりと水気を切っておきます。続いてパスタの下に敷くアンダーソースを作っていきます。オリーブオイル、トマト、さらに梅干しを加えてミキサーで攪拌します。梅干しを加えるのが今回のポイントなんですよ。梅干しを加えることで酸味が出てさっぱりとした味わいのアンダーソースになります。次にツナ缶やオリーブオイル、ガーリックパウダーなどの調味料を混ぜ合わせます。そこに茹でて冷水にさらし、しっかりと水を切ったカッペリーニと塩もみをしたズッキーニ、さらに大葉やみょうがなど薬味野菜をたっぷりと加えて混ぜ合わせます。あとはアンダーソースをよそったお皿に混ぜたパスタを盛り付けたら、ズッキーニの薬味冷製パスタ出来上がり。パスタをズッキーニの千切りに変えて和えているのでヘルシーな冷製パスタです。薬味をたっぷり加えて香りとフレッシュ感があるので暑い夏にもとってもおすすめです。アンダーソースを絡めて食べると味が変わって二度美味しさが楽しめます。白ごまと刻み海苔で和テイストに。